畑で黙々とさつまいもの苗を植える男性がいました。この人がこの物語の主人公、金子昇さんです。私は春から秋にかけまして、いろいろな農産物を栽培しておりますけれども、今日は、さつまいもの紅あずまという品種を植え付けしております。金子さんの職業は農業ですが、金子さんにはもう一つの仕事があります。それは地元の合同駅のふるさと駅長という仕事です。バッチリ押しんで買ってみてください。山椒でしびれます。いかがですか？山椒でまぶしました。金子さんが仕事をする合同駅は、群馬県の桐生市と栃木県日光市の足尾町を結ぶ渡良瀬渓谷鉄道の駅です。美しい新緑を縫って走る機動車。しかし駅に着いても乗り降りする人の姿はありません。全国の第三セクターの鉄道と同様に、ここでも鉄道を利用する人が少なくなってしまいました。そのような状態の中で、最近渡良瀬渓谷鉄道市民協議会が発足し、鉄道の利用を呼びかけるようになりました。第三セクターの鉄道を支えるのには、自治体の援助、鉄道会社の努力、そして地元の人々の協力が必要なのです。金子さんが合同駅で勤務するのは、夏や秋の観光客が多く訪れる時、そして人気のトロッコ列車が走る休日です。いかがでしょうか？ぜひお買い求めください。山椒店の里芋の田楽芋の販売に伺いました。焼きたてです。300円です。液晶に玉さんだと思って買ってください。はい、どうも助かります。田楽、はい、今合同駅の名物で販売やってます。300円です。ぜひお買い求めください。いかがでしょうか？お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ちょうど花もがちょうどね、今日はいいですね。はい、ありがとうございます。最高に来てますよね。はい、乗れます。これでいいんですよね、やっぱりこれ、うん、トロッコ 4号ですね。はい、いいんですよ。あ、いいんですよ、いいんですよ、はい、ちょっと持ち上げていただけます、はい、販売の合間の取材にも気軽に応じます。はい、ありがとう、はい。ハイライト、人気の観光列車ワッシー号と渡良瀬渓谷花桃号が合同駅で待ち合わせします。今日の売り商品はですね、山椒店の里芋田楽芋です。お客さんに大変人気がありまして、車窓からは、グッドのサインがいっぱい来ています。本当にありがたい気持ちでいっぱいです。金子さんの遅い昼食が始まりました。しかしゆっくり食べている暇はありません。絶え間なく客が訪れます。気持ちがいいけど、なんかこの山椒のが去年のって感じ。これは去年のですよ。前食べたのすごい美味しかった、ものすごく濃くて。金子さんの扱う商品には山椒が使われています。急に温かくなりまして、駅から戻った金子さんは休む暇もなく、この時期でなければ収穫できない山椒を積みます。畑にした山椒は何度も洗ってからアクを抜き、手間暇かけて調理します。
こうして金子さん自慢の山椒の佃煮と山椒味噌ができました。季節が進み、田植えの時期になりました。私は平成21年の3月に郷土駅のふるさと駅長を引き受けさせていただきました。そのわけは、愛される鉄道としまして、少しでも多くの方々に乗っていただきたいということと、地域の活性化であります。お客さんとの触れ合いを大切にしながら、また地域の農家との農産物の品物も頑張って販売をしていきたいと思っております。今日も金子さんの忙しい一日が始まります。並んだ商品にも季節が感じられます。一番大きいの300円ジャンボ。大きいの大きいのいい。大きいの おやつで販売やってます。いかがでしょうか。はい、どっち味噌。さっきの佃煮。佃煮がね、佃煮が終わりました。2個。2個でいいよ。いや、2個ね、約150円でね。はい。はい。ありがとうございました。はい。こんなにたくさん食べちゃう。おいしい。すごいおいしい。どうですか。おいしいです。最高。どうもありがとうございました。今、渡良瀬渓谷鉄道の17の駅のうち、12の駅は無人駅です。しかし、金子さんのようなふるさと駅長が11の駅で働き、鉄道を支えているのです。